虫かごのカガステルは、橋本課長による日本の漫画作品。人が巨大な虫になる病が蔓延する世界に生きる、少年と少女をめぐる週末アクションストーリー。2005年9月14日に、作者本人のウェブサイト、チキンの魂にて、橋本チキン名義で執筆が始まり、2013年4月26日に、完結した。 2010年に作者による同人誌が過失修正されて出版され、2014年にはフランスグレノット社にて普通語翻訳され初の商業出版がなされた。フランスにて主催されている漫画賞プリー漫画は2015年少年漫画賞を受賞。日本では2015年に月刊コミック流2016年1月号に特別編の読み切りが掲載され、 2016年1月にリューコミックスにて1巻、2巻が同時に出版された。日本では初めての商業出版であり、同年6月まで全7巻が刊行された。日本での英語表記はキャガスター・オブ・アン・インセクト・ケージ。フランス語版のタイトルはキャガスター。月刊コミック流2016年1月号より、各キャラクターのエピソードを強化するサイドストーリーが、 短期集中連載として掲載されている。21世紀末、人が巨大な虫になる奇病、カガステルが発生し、人類は、この駆除を認めるまでに、人口の2、3を食い殺された。カガステル発生から30年後の西暦2125年。虫かごに近い交差の地にて、駆除屋の少年軌道は、虫に襲われ、絶命寸前の男を発見する。男から彼の娘。 イリオ、母、タニアの元に連れて行ってほしいと頼まれる。本作に登場する人物を解説する。ここでは、商業版について解説する。恋の孔は、ウェブアニメ版の声優。作中にある、独自の用語を解説してゆく。西暦2095年、生物学者、エメト・キーリオによって名付けられた奇病。正確には、突発性染色体変異症候群化が捨てる。 カガステルとは、作中の言葉で、形を壊すものという意味。大陰義語として、イリアステルがある。発症率は1000分の1。発症者は20分で理性を失い、大きな虫へと姿を変え、人を食い殺すようになる。虫へと姿を変える20分の中で、首だけは最後まで人としての部分を残す。15歳以下は発症しない。十一世紀末の大戦後よびカガステル発生後の、 社会制度崩壊後にできた二つの人類社会のうち、東側に分けられた軍事政権。アジア大陸の西にあり、東側はカガステルの勢力圏に接している。各地に点在する都市には、対カガステール要鶏備と管理ナンバーが与えられている。主にカガステルの駆除を行い生活をするもの。極東の駆除屋には一つの土地に対して4日間の略奪が許される。 略奪権が与えられていた。カガステルの駆除を行う駆除屋に定められた法律。2115年制定。詳しい内容として、カガステル発症者は背中に欲部を認められた時点で人権が破棄され殺害が合法となる。逆に言えば、欲部がない発症者を殺すと殺人罪となる。エトメキーリオが記したカガステルの論文。フランツが穴開きだらけの この論文を完成に導いた。カガステルに詳しいものは誰でも読む。カガステルのバイブル的な存在。現代はエボリューションツーザヘッドレス。2018年シンガポールで開催されたネットフリックスのイベント CWATS NEXT アジアにてアニメ化と2019年にネットフリックスにて世界同時配信されることが発表された。 2020年2月6日よりネットフリックスにて全世界独占配信。ありがとうございます。